よせよごせ。はいどうもこんにちは、めちゃめちゃ久しぶり。はいどうもこんにちは、ガシャオヨサさん。もう皆さんお久しぶりぶりブリーフということで、本日の企画、新キャラディアンヌバカ強い。いやマジ強かったですよ。このね、なんか30分前くらいに生放送したんですけどね、来てくださった方ありがとうございました。まあ、1天井でね、ディアンヌ4まで行ったんでね、これ早速 BVP 使っていこうと思います。米編はね、ちょっと今日ね、時間ないんでね、試合の合間にやっていこうと思います。ディアンヌのさ、このコスチューム見てや。かわいい。かわいいよな、これ。すごいし、なんか、スーパーサイヤ人みたいなオーラがまとってる。ということでやっていきましょう。それでは、やっていきましょう！ゴスゴス。ね、生放送で、これいいね、このパテ使おうぜって言ってね、生放送切った瞬間ね、ボッティさん上げた動画でその編成だったことに、絶望しておりまする。お願いしまーす。これさ、声聞こえた、うん、バカびっくりしたよね。生放送でみんなで話してて、今なんか誰か喋ったみたいな、誰か喋ったくねみたいな、いや誰も喋ってないですよ、誰も喋ってないですよって。あ、これは勝ったわ、これは勝った、全然余裕。なぜかというとね、これまず効果つけるでしょ、で相手がこれねバフとかつけてきてくれたらもう最高。とりあえずこれ効果つけるでしょ、で、あー必殺たまんなかったマジか、やらんたわ。いやでももうないろ、さすがに。これ次のターン解除して必殺打てますからね。いやないろ、さすがに。え、ないろ、あ、そっち、大丈夫大丈夫大丈夫、勝利導く。もう1枚あんの、もしかして。あ、オッケー、勝ったよし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 、とりあえずこれで1枚使って、でこれでもう1回効果つけといて、何パーセントだ、何パーセント、あ、40%いけ、レッツゴー、アンパンマンバスボーイ。とりあえずこれで解除してからもう1回効果つけて、いや相手にドロール言ってくれたのマジ嬉しいわ。ブシコメ必殺レベル4、マリンあ、もう完膚なきまでに叩き潰す。はい、あざした、もう完璧やで完璧すぎるやで、マジで。おい、かわいいな、お前こいつ嫁にしたるぞ、てめえ。ゴスゴス。ミントさん、声めっちゃ好き、チャンネル登録しました、ありがとうございます。配信者王者決定戦のねコラボの方でチャンネル登録してくださった皆さん、本当にありがとうございます。こんなね、適当ふざけてやっておりますが、もうお笑いに関しては超真面目ですここ全部カットで、クソおもんねえわ。よいしょー、お、またバフつけてきてくれる、もしかして。いや、でもちょっとバンいるの怖えな、バンいると一発目にやられる可能性があるんだよな。いや、一旦目金バフか、これもしかして。あ、金バフじゃなかった、オッケー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 、まだ大丈夫、まだ大丈夫、なんとかなる。いやー、2ターン目ここで金バフが使えるな、でも相手ただ飛ばせないかな、これワンチャン。おー、めっちゃ札いいなこいつ。まあ、とりあえずこれ打ち込んで、相手がねバフつけてきてくれたらくれたでね、めっちゃ嬉しいんだよね。こいつさえ落とせればって感じなんで、これでいきますか。 OK、 僕は絶対に負けない、いいね。ちょっと今の声なんか秋山演じるみちくんに似てた声が。金バフつけてこい、金バフつけてこい。いや、相手迷ってますね、金バフつけるかどうか。つけてくんじゃねえかな。あー待って、攻撃2枚はきついよ、金札攻撃2枚はきついからな。あ、大丈夫よ大丈夫よ、そっち痛くもなく痒くもないぞ。オッケーオッケーオッケー、来ると思ってたよ。これで3つ剥がれるんよね。待て、これ耐えるかお前、うっ、危ねえ。これでちょっと打ち込まなきゃ、打ち込んで勝てなきゃ負けるよな、これでいかなきゃ。レッツゴーワンパンマン頼むぞ。うわー、惜しいけど強惜しいけど強、ありがとうございました。完璧やね、マジでこいつ。登録対
確定。時代の統率者 K さん、おめでとうございます。ハゲじゃなくポーズ誕生。ハゲでもポーズでもどっちでもねえよ。強いて言うなら坊主だ。やーべえ、必殺飯食うの忘れた最悪。まあ飯なし王者決定戦ということでね、これでやっていきましょう。オッケー、上取れた。ディアンヌ来い。いやー、ディアンヌ根幹、これはどうしよう。こうしとくか。一回オッケー。うわ、ディアンヌ黙れ。オッケーオッケー。あ、いや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 、じゃあもう必殺食べちゃいましょう。ここはディアンヌのもうバフついてればついてる分だけいいですからね。こんなもん何本あってもいいですから。やはりこの歌はジャポネタ。あぶね、忘れるとこだった。いや、これはね、もう金バフ打っても何してきても無駄よ。あー、もうもう全然大丈夫です。あー、ちょっと痛いぐらい。はい、じゃあ行きましょう。レッツゴーアンパンマン。もうこれで勝ちよ。マリン。いや、え、ガチ必殺打ってたら勝ちやん。もうあやでした。もう通常攻撃ですらバカ強えわ。ねえ、もう可愛すぎだろこいつ。ガスガス。KFC 店長さん、ブラック企業で働いてるんですかぐらい仕事ハードですね。まあ、ブラック企業ではないと思うんだけどね。拘束時間がめっちゃ長いから、一日の中でもう仕事と編集やったら、マジで寝る時間なくなって、一回体調崩したんよね。だから、いや、そんなこと言い訳なんねえよ。頑張れよ、お前、YouTube。頑張るって決めたんだろ。行けよ、ゴース。仕事の量減らします。ということで、とりあえず必殺もここ貯めとこう。うん、で相手多分必殺らしくるからこれでいこう。これでバフをつけさせる相手に、まずとりあえず、まず、あー、いいね、完璧、勝った。あー、これは中身ありのムーブメント、ムーブメントトゥーザムーブメントですね。オーケー。あー、全然中身ありじゃないわ多分。とりあえずリュドのもうバフ作っちゃって、ここを割ってく。一回攻撃していくか。レッツゴーアンパンマン。やはりこの器は超物だ。これリュドシール可愛すぎね。こうめちゃめちゃ可愛いパーティー使ってるやん俺。えぐ。いや、ディアンヌの必殺したい。ディアンヌの必殺。撃てんじゃないこれ、撃てんじゃないこれ、これ撃てんじゃないこれ。相手バフついてるよね。フィナーレを飾るに最高の舞台が今誕生いたしました。ということで行きましょう。レッツゴーアンパンマン。ああ、やべ、あの三つ頭ジジイにバフついてね。おお、つい166万はやばすぎだろマジで。はい、外したわ。銀札で17万出すスーパービジョンということで、本日もご視聴ありがとうございました。いや、マジでね、強いわ。必殺レベル上がったらガチ強い。まあだから引く人は引いて、引かない人は引かなくてもいいかもしれないですね、今回のは。ということで本日ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録1万人目指していますので、面白いと思ってくださった方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで次の動画までバイバイ。いや、ガチ強、必殺レベルマックスにまで持ってくわこれは。任せてみんな、生放送また遊びに来て。